この曲の中の雰囲気としてはダンスが入ってきます。ダンスといっても、要はリズムを刻むダンスではなくて、結構もう何ですかね、技術的に結構ハードルが高いっていうとあれなんですけど、皆さんダンサーが、一生懸命練習して踊るダンスになっておりまして、その中でキャッチーな振りがこの愛しくて愛しくて、PV でも見ていただけます。この部分は座ってできるんですけどね、そういう感じで、ダンサナブルな曲が多いんですけども、次の歌う曲は、その A 面の曲ですね。ユフインウジョウという曲なんですけど、僕が、この曲を歌うにあたりまして、温泉ソムリエという資格を取らせていただいてワインソムリエって皆さんご存知ですかね。ワインの味を確かめる、そして、飲み方だったりとかいろいろあるわけですけども、温泉ソムリエは何をするかと言いますと、温泉のもちろん味を確かめて、音質を確かめて、それぞれの方にふさわしい音質をアドバイスすることと、あとは正しいお風呂の入り方っていうのがあるんですよ。ここは短く皆様にね、ためにお話ししたいなと思うんですけど、よくお風呂に行っても、お家でもそうなんですけど、湯船にお湯をためると蒸気が立ってきますね。これがとてもいい状況で、一番悪いのが空気がすごく澄んでて、お湯がすごい熱湯に近い、そうなると温度差が激しくて、足から入れた場合に血圧が上がっちゃうんです、元気な人も。なのでちゃんと足湯からかけていって、最後にめがけるところは、右手は利き手なので、どうしても心臓の方にお湯がピッてかかっちゃう。これは心臓をめがけてストライクゾーンを狙っているので、よかったら左からじゃなくて右にかけて、最後左をかけてダブンと入っていただいて、温泉に入っていただいて、はい、今頭の中で想像が今お風呂の中に入っている気持ちになりましたか？よし、じゃあそういうところでこの曲を歌いたいと思います。湯船に入ったつもりで、湯布院に行ったつもりで聴いてください。湯布院ウジョウ。